こんにちは、なさかじいさんです。今日はですね、大輪なでしこのお植え付けをしてですね、満開にする方法5選をね、皆さん伝えたいと思います。このなでしこ、大輪なでしこの花言葉はですね、無邪気、純愛なんですね。で、この花の特性はですね、常緑性で耐寒性がですね、非常に強いです。で、特徴はね、優しい草子にですね、可憐な花を咲かせます。また香りもね、魅力なんですね。はい、それではね、早速植え付けをしていきたいと思います。今日はね、この3株をね、いっぺんにこのボールプランターに入れてね、満開にして楽しみたいなというふうに思います。とりあえずこの花は横に置いておきますね。今日植え付けるプランター、ボールプランターですね、丸鉢ですね、こういった鉢ですね。直径がだいたいそうですね、40センチぐらいありますので、8号鉢になるかなというふうに思います。これにね、植え付けをしていきたいと思います。まず定番のね、ヒューガの中粒ボラ、これはね、水あけがいいようにしてますね。この穴を根腐れしやすいですからね、すぐに、はい、しやすいので、それにですね、土を入れていきます。土はですね、市販の培養土ですね、炭が入ってますね。これをバラバラと入れていきます。はい、あらかた入りましたので、こんな風にね、炭が入ってるんですよね。こういった炭が入ってます。はい、植え付けの際ですね、元肥としてこのマグアップというのを使うんですよね。結構ね、長く効きますし、よく効きますね。白い流状タイプです。パラパラパラと巻いてね、混ぜていただいたらですね、どんな感じで植えるかですね、皆さんの方から見て正面かなとかですね、はい、これも正面かなみたいな感じですね、もう正面かなって感じですね。こんな感じで植えようかなってことね、三角ですから、まあ三角形に植えようかなと思いますね。まず根鉢から取りますね。根をね、まあ、最初見ます。こんな感じで、ちょっと少しね、回りかけてる、少し取ってあげて、そしてこの表面をね、虫とか病気とかいる可能性があるので跳ねますね。そしてここに植え付けるって感じですね。こんな感じで、はい、みたいなね、力ですから、こんな感じがいいかな。はい、そして次の鉢を取る、同じ要領ですね。これでね、あらかた植えたので、次何をするかというと、こういったもので消毒をやりますね。虫病気の予防ですね。まず株元から
一株ずつ、そして全体に葉っぱと花にね、虫が来ないように、はい、消毒をします。消毒は定期的にね、1回ぐらいはやってほしいなというふうに思います。あと水をね、皆さんはすぐあげてください。たっぷりとね、下から出るぐらいまで、水をあげてください。私はこの動画撮影後にあげますけどね、これでね、とりあえずあの植え付けが完了しましたので、引き続き満開にする方法5選を今から皆さん伝えますね。とっても可愛い花でしょ。この花がね、いっぱい咲いて、しかもこの鉢からはみ出るぐらいに咲くんですからね、ぜひ皆さんと一緒にね、咲かせたいと思いますが、そのためにはこの5選、まず一つ目何かというと栽培環境なんですね。で、この大輪なでしこ、半日以上ね、日光がよく当たるところで蒸れないように風通しの良い場所で育てます。二つ目何かというと水やりなんですね。で、これ用土がね、乾いたらたっぷりね、鉢底から水が出るぐらいあげてください。ただしね、乾燥させると下葉が枯れてくるんですよね。枯れ上がってくるんですよね。で、高温体質が苦手な花なので、加湿に特に注意してください。水のやりすぎ注意ですね。そうですね、冬であんまり水が乾かない場合はですね、午前中の暖かい日、今日は結構暖かい日なんですが、午前中に水をあげて、夕方まであらかた乾かすようなね、感じであげてほしいなというふうに思います。3つ目何かというと肥料なんですね。で、真夏と真冬を除きですね、成長期に月1回の浮き肥をするか、もしくは月3回のね、浮き肥をあげてください。4つ目何かというと病気対策なんですね。で、混みすぎたりですね、風通しが悪いと灰色カビ病やサビ病などが出やすいんですよね。対策申し上げますね。対策としてはですね、花がら摘みや切り戻しをして株がぶれないようにする、要するに風通しを良くするということですね。で、花がらもですね、いつまでもそのまましとかなくて、もう枯れたらですね、どんどん、枝からね、枝っていうかこの幹からですね、切ってもらうといいかなというふうに思います。5つ目何かというと害虫対策ですね。で、この花もですね、生育期にアブラムシが発生することがあります。見つけたらね、殺虫剤でね、駆除していただければなというふうに思います。今日はね、大輪なでしこ、本当にこれ綺麗なんで、ついつい3株買ってしまったんですね。お気に入りの3株を買ってですね、植えようと思って植え付けました。花咲かじいさんと一緒にね、満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。もう感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵が出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた張り切ってお会いしましょう。